H、これ化すると、中の液体が固まって、周りにいるやつを琥珀に固めるのか。ちょっと、面白そうだな。デルタ、気をつけなさいよ。そんな風に知ってて落としたりしたら、大変なことになっちゃうんだから。いくらなんでも、そこまでバカじゃねえよ。とはいえ、怖いから置いておくか。そんなにくっつくことないじゃん。爆風で怪我したりするわけじゃないんだし。いや、ある意味そっちの方がマシかもしれねえぞ。うん、僕もそれは思うよ。やっぱり、生きたまま琥珀の中に閉じ込められるのって、すごく怖いと思うし。ブヨは弱虫だから、そう思うんじゃない。そういう問題じゃないと思うよ。デルタたちだって、怖いと思うよね。そう思わない方がおかしいと思うわ。同感だ。タットリアは平気なのかよ。俺は別に怖くないけど。あ、でもそっか、デルタたちは人間だから、これを怖がっても仕方ないかもしれないね。どういうことなの？このアンバーエンブリズンって、その昔、シャールが人間を捕まえるのに使ってた技術を応用したものなんだ。それって、フラスコに入れる人問いを捕まえるために使ってた技術、ってことか。うん、連れて行かれるのが嫌で暴れる人間を、これで固めて動けなくしてから、フラスコまで引きずってったらしいよ。そんな風に捕まってたのね。そいつら、きっとすごく怖かっただろうな。シャイチルに捕まるだけじゃなくて、琥珀の中に閉じ込められるなんて。そういうわけで、元が人間捕獲用に作られたものだから、人間のデルタたちが本能的にこれを怖がるのは、仕方ないのかもしれないね。ああ、確かに。いや、そうじゃなくて、これが怖いんじゃなくて閉じ込められるのは普通怖いだろ。捨て話だよ。牢屋の中なら怖いけど、の中なら楽しいと思うけど。それに、効果が切れる直前に力を入れて、バリーンって琥珀割りながら脱出するのとか、ちょいちかっこいいと思うし。うん、それはかっこいい。どこがよ、意味がわからなし、わ。どんどん何の話をしているのかわからなくなってきてるね。